麺です。こういうパンも来るわけですね。乾燥化をさせないと安全性を確保できない、臭気が発生したりとか腐敗してしまうということだったんですけども、日本が持っている発酵という技術を使って液体状のまま餌化をすることによってコストを下げながらリサイクルができるということを実現した工場です。新设定带探索周报。